回はやっぱりロックとピュアな感じも出しつつ、甘酸っぱい曲、とにかく精一杯やってやりきって長くやるので、ね、今回の目標はお、これも新しいみたいな感じで、楽しいのは確実だと思うので、いろんな私とかポッシボーとかが弾けぶりというか、この顔の表情の違いとかも見てほしいし、全く想像はつかないんですけども、やっぱり成長したポッシボーを見てもらいたいので、たくさん曲とか歌いのとかもやばい、はい、なんか本当にちょっとやりたかったことだから、今回はいつも以上にポッシボーが主役だから、成長した姿をこの1年半やってきて、曲の世界を皆さんに伝えられたらなと、歌をどんどん聴かせていきたいなって思います。盛り上がる曲はロックに、そして甘酸っぱいところは表情で、思いっきり歌をみんなに届けるんで、とにかくテンション上げて、でも丁寧にやりつつエンジョイして、集大成として見せれて、またこの単独が終わったら次につなげるように、何よりやっぱりお客さんと一緒に楽しめるようなライブにしたいと思います。やっぱりポッシボーはファンの人待っててくれるしあのポッシボーらしく初心忘れかたずですからと見ててください、見てもらいたいですね。やっぱりなんだろう、ちゃんと皆さんとキャッチボールしたいので見てください。楽しみですね。だから絶対期待に応えたいと思います。私の頬にそーっと触れた。先輩は今日も元気かしら。せめて笑顔のタイミングでレッツがしたい。すれ違ったら恋